はい、どうも石原でございます。 Amazon プライムで先行セールということで、今回は iPhone 15 Pro Max 石原愛用しているんですけども、 iPhone 15シリーズとか iPhone 14 とか iPhone のアクセサリー特集ということで、厳選で10選そしてプラス3皆さんにご紹介していきます。これは僕が実際に愛用しているものになりますので、今回のプライムデーで安くなっておりましたので、皆さんにご紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、ということで iPhone アクセサリー特集に入る前に、まず Kindle Unlimited 読み放題サービス、7月17日までなんと3ヶ月無料2940円が0円で利用できます。これは電子書籍読み放題サービスというものになっておりまして、 Kindle というアプリを使ってビジネス書、自己啓発とか漫画とか雑誌とか読み放題でございます。これね、まあ、今年夏休みもうこれさえあれば暇な時間ってございません。楽しい3ヶ月間を過ごしていただければと思います。7月17日までということになっておりますので、概要欄にキャンペーンの専用ページ貼っておきますので、忘れずに皆さん、忘れずにぜひチェックしてみてください。はい。ではまずこちら、ケースコーの iPhone 15シリーズのマジックスタンドプロケースというものになってるんですけど、こちら、なんとプライムデー先行セールで5608円と、マイナス 26% オフということになっていますので、これはね、めちゃくちゃ買いです。なぜかというと、はい。これ普通のスタンドケースということで、これ、こうね、はい。スタンドになります。これ iPhone 15、Pro Max なんですけど、はい、こうはめておきますよ。僕は、ケースコーさんの、マジックスタンドのちょっと一世代前を使っているんですけど、ここね、一世代前はこんな状態ですよね。最新モデルは、はい。こうなってます。こうなっておりますよ。いや、これはね、まあ、各メーカーでも同じようなものあるんですけども、割とケースコーさんで僕昔からレビューしているので、まあ、このチャンネルを見ていただいている方はね、ああ、石原といえばケースコーみたいなね、ところもあると思うんですけども、それぐらい僕もね、本当に愛用させていただいてるんですけど、こんな感じで、はい。こうできますけれども、はい、なんと、回るので、はい。こうもいけちゃうと。で、こう立てれると。いうことでね、非常にね、まあ、角度もめちゃくちゃ、まあ、つけやすい。まあ自分の好みに応じて角度をつけられるということで、非常にね、利便性の高いケースです。これが360度回転のケースとなっておりまして、まあスタンドケースなんですけど、360度ね。はい。これが今ね、プライム先行セールになってますので、iPhone 15 Pro シリーズとか iPhone 15シリーズ、まあ、どのケースがいいかな、まあスタンド機能がついて、さらに便利なものがいいなという方は、ぜひね、こちら。ちょっとチェックしていただければと思うんですけど、これはですね、マットクリアっていうことで、ちょっとだけ背面がクリアになっている。ただちょっとこうマット感があるので、ベタつきっていうかね、指紋っていうのがね、ほとんど目立たないような感じになってます。これがね、僕が今、現役で使ってるこちらのケースなんですけど、そろそろ乗り換えようかなという感じでございます。これもね、もうね、7、8ヶ月使ってますけど、全然ヒンジ部分も、全然使えてますので、でここのね、ヒンジ部分もかなりね、まあ、強度の高いものになってますんで、ぜひね、まあ、一世代前のものもいいんですけど、もう最新のスタンド、はい、使ってください。ここね、スマホリングにもなりますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、そしてこちらでございます。ピタカさんの iPhone 15 Pro のケースで、これマグイージーケースプロ4というものなんですけど、過去にもね、皆さんにご紹介したと思うんですけども、やっぱり今、ケースコーさんの、この、ケースももちろんいいんですけども、ガチガチの高級感とかデザインってやっぱ好き好みあると思うんですよね。うん、スタンド機能いらないよって方もいらっしゃると思うんですよ。うん。そうなった時にやっぱりね、このピタカの製品っていうのは非常に質感が高くて、もう触り心地もね、めちゃくちゃ良くて、これアラミド繊維っていうものなんですけど、非常にね、質感が最高なんですよ。で、これ、なんと今プライムデーの先行セールで、17% オフ、7499円。これ、ね、通常は9000円ぐらいするんですけど、今ね、このね、ピタカさんのこれ、まあ、すべて保護するタイプのケースとなっていますんで、こんなケースね、こんな感じ。なってますので、はい。こことかもね、綺麗にね、はい、こう、対衝撃というか、しっかりとここもね、ついても問題ないと。
やっぱこのね、触り心地というか、質感はかなり高いんで、ちょっと高級志向の方は、これめちゃくちゃおすすめです。で、これ結構ガッチガチに保護されているケースなんですけども、日高さん、これよりも軽くなったバージョンが、今6374円、マイナス 25% となってますんで、ガッチガチのケースよりもちょっと軽いケースがいいなっていう方はこちらを選ぶといいかもしれません。はい、続きましてガラスフィルムなんですけども、ガラスフィルムもね、今ね、もうね、話題沸騰中のガラスフィルムからいろいろあるんですけど、僕がね、過去にレビューしてきたガラスフィルムの中では、この先行セールになっているのがこちらのトーラスの iPhone 15シリーズのガラスフィルムになって、このようにね、2ステップで、貼り付け超簡単ということで、貼り付けにちょっとね、自信がない方にとってはね、今回のこのケースも非常にね、おすすめできる、フィルムになってますんで、ぜひチェックしていただければと思うんですけど、これ先行セールで、2618円、マイナス 18% オフということで、かなりね、お買い求めやすい内容となっております。そして、はい、OA プロダのカメラフィルムでございますけども、これね、最近ショート動画で皆さんにご紹介したと思うんですけど、今実際、はい、僕つけてます。これね、めちゃめちゃかっこいいでしょ。これ。これがね、ブルーかな。まあ、僕はブルーチタニウムのボディなんで、ブルー。っていうことになってるんですけど、はい、それ以外にもね、種類がございまして、はい、これが、グレーいいですね。で、これがシルバー。シルバーとグレーってね、ちょっとね、若干グレーの方がちょっとダークっぽい感じかな、うん、しています。で、これがブラックでございます。で、こちらがブラックグリッターって言って、ちょっとこうザラザラした、ちょっとこう研磨というかヤスリっぽい感じのデザインになってます。見比べるとね、ちょっとわかると思うんですけども、はい。こうなっております。いやー、これね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。デザインが。あ、カメラレンズのカバーってね、どれも一緒だろうと思うんですけど、これね、ほんとここら辺もね、もうね、見てわかる通りね、質感もめちゃくちゃいいんです。で、これ、プロシリーズしかこれないんですね。プロシリーズ。プロシリーズはこのぐらいカラバリは豊富であるんで、まあ、本体の色に合わせて、これぜひね、使ってほしいかなと思います。外観めっちゃかっこよくなってませんか？今これね、ガラス、カバーつけてる状態ですね。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。だからもう僕はね、これ装着してます。常に。はい。で、これは14プロも15プロも同じですね。で、15と14用もあるんですけど、標準モデルだけは、カラバリが、このブラックしかないんで、ブラックだけとなってます。なので、プロモデルの方はね、この4色選んでいただけるかなという感じでございます。はい。そして続きまして、こちら ESR のワイヤレス充電器 3E1 のものなんですけどね。これもね、ショート動画で皆さんにご紹介したんですけども、まずここに iPhone でしょ？ここ iPhone。はい。Apple Watch がここ。で、AirPods がここと。ね。3E1 の状態です。はい。今ちょっとここの電源というかね、繋いでないんで、充電できてないんですけど、見てください。このスタイリッシュ。もう余計なものが一切ない。この後ろのデッドスペースに Apple Watch をこう、充電できるスペースを確保していると。これも非常にいい。で、ここね、こう、ちょっと磁石になってて、スッとね、こう、はい、今わかりました。スッとこう、動いてくれるんですね、こう。はい。こんな感じで。だからピタッとね、AirPods Pro も収まってくれる。うん、で、こちらなんですけども、ここは脱着式になってまして、はい、ここね、こうなってまして、こうやって閉じることもできるんです。これマグネットになってます。マグネット。使わない、こう外したときは、この後ろがマグネットですね。はい、こうなってます。で、これのすごいところは、ここ、ね、どこでもいけるんですけど、もちろんね、これね、はい、iPhone でも、iPad でもできちゃうんですね、充電が。はい。これね、今ちょっと充電がない状態なんで、ちょっとあれなんで、見にくいかもしれないですけど。こんな感じで、持ち歩けるということ。アップローチの充電やばいなっていう時に、ここに挿して、今ね、はい、充電されましたけど、挿して充電ができる。で、もちろん自宅では、このようにね、ここに挿しておけば問題ないと。いやー、これ非常にいいね。しかもね、これ 15W のワイヤレス充電なんで、めちゃくちゃね、充電もワイヤレスにしては早いんですよ。で、これがプライムデーの先行セールで、8754円。これマイナス 15% オフなんですよ。
通常は1万円以上しますから、3E1 の充電器欲しいなって思ってた方は、これぜひね、チェックしてみてください。ただ、やっぱりね、持ち運びたいっていう方もいらっしゃると思うんですよ。こちら、折りたため式の 3E1 の、ワイヤレス充電器となってるんですけど、こんな感じですね。ここに iPhone。ただこれ、マグセーフに対応はしてないですね。C2 充電なんで、iPhone じゃなくても、Android スマートフォンでも充電できます。ここに Apple Watch、ここに AirPods ということになっております。こんな感じです。はい。で、これは、まあ持ち運びできるんで、まあ1個買っておけば、例えば会社とかにこう持ち運んでバッグに入れて、こんな感じでね、薄くなるんで、持ち運べるものになってますね。これ非常に問い合わせも多いので、まあ利便性とかを考えるとね、めちゃめちゃいいかなと思います。で、なんとこれね、めっちゃ安いんですよ。これ通常価格3780円なんですけど、これ、Amazon のプライムデーで、なんと2864円ということになってますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、そしてこちら、Ugreen の Nexode X。僕はね、ショート動画でも通常動画でもね、この Ugreen の Nexode シリーズは皆さんにご紹介したと思うんですけど、いや、僕ね、もう、まあ、愛用してます。もう、これね、見てください。この、USB Type A の形。これ、まだまだね、ケーブルいっぱいあると思うんですよ。僕も USB Type C のケーブル増えたけど、まだまだ A タイプのものも使うんですよ。そんな時にね、この A タイプがまだあるっていうのはね、めちゃめちゃ便利です。しかも、USB Type C が2つあるということなんですよね。これがね、やっぱりね、今まさにベストなものかなと思います。やっぱタイプ C だけだと、あ、A がないっていう時もあるんで、これ非常に便利です。しかも 65W でございます。はい、3E1 ということで、これ3台同時充電もできてしまうという、本当に優れた、まあ、充電器、まあ、急速充電器でございますんで、まあ、自宅でも使えるし、まあ、外出先、旅行なんかでも、このコンパクトさですからね。これで3台同時充電ができる。もうこれはね、めちゃめちゃ買いです。しかも今ならなんとこれ 30% オフなんですよ。4676円。6680円が通常価格かな。うん、30% オフでこれが今買え、まあ今しか買えないですからね、これね。だから、ちょっと充電器っていうのを、もうちょっといいものに、そして利便性が高いものに、しかも外出しても自宅でも使えるものにしたい方はもうこれ。デザインもね、めっちゃ気に入ってるんですね。うん。ここの質感とかもいいですしね。まあ、使わないときはこうできるし、手のひらサイズ。まあ、ポケットにももちろん入るサイズなんで、このネクソードシリーズはね、めちゃくちゃおすすめです。特にね、僕はこれ、もう愛用してますので、このサイズ感で 65W ということで、ぜひおすすめでございます。はい。そして iPhone 15 シリーズもそうですけども、iPhone 14、13 もそうですけども、やっぱりね、マグセーフ充電。する方多いと思います。はい。こちら ESR のワイヤレス充電器なんですけども、これね、ナイロンケーブルももちろんついた状態でこれ挿すだけですね。はい。やっぱり、これの何と言っても魅力は、これね、なんとね、1999円が通常価格なんですけども、なんとプライムデーの先行セールで1699円。で、C2 充電の 15W だと2040円で、変えてしまうと。このね、マグセーフのこのも、ものっていうのは、アップルの純正だともう7000円近くしてしまうんで、ちょっと高い。これはね、割とね、C2 充電、急速充電もできるんで、めちゃめちゃいいんですね。はい。普通の、まあ、15W 急速充電が可能であるんで、まあ、純正とほぼ変わらない状態で使えてしまうと。C2 の 15W で2040円になってますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてこちらでございます。はい、過去にも皆さんにご紹介させていただきましたけども、これは XREAL AIR 2と、あとプロっていうのもあるんですけど、こちらでございますけどもね、いや、これ非常にいいんですよ。これね、スマートフォンにこう挿して、これだけで、はい、ここにスマートフォンの画面がボンと出てきておりまして、いや、これすごいな。なので、これで、ちょっとね、大画面で、ちょっとネットフリックスとか動画コンテンツ見たいなっていう方は、これでね、このままですよ。このまま再生をして、このままいけちゃいますよ。もちろんおかしくない。で、これちょっとね、
外すことができる。これ AR スマートグラスなんで、周りが見えるんですね。こんな感じでマイクここにあって、はい、iPhone ここにあって、見えるんですよ。だから、まあ、ちょっと暗い部屋でも明るい場所でも、しっかりと目の前にね、iPhone の画面を出せるので、いや、これね、電車とか飛行機とか、例えば車で移動中に助手席で、こんな感じで、ずっと動画を見れてしまうというね、もう目の前が、だからまあ映画館といったらまあちょっとねあれなんですけども、非常にね目の前にドーンとスクリーンが出てきます。エンタメを楽しむ上では適したスクリーンデバイスと言ってもいいと思います。で、これなんとね、iPhone もそうなんですけど、Mac とかにもさせるんです。USB Type-C になってるんで、最近この X-Real Beam Pro っていうねスマートフォンみたいなものなんです。これはもう本当にスマートフォンみたいなものなんですね。これ通話ができないだけで、ちょっと Wi-Fi モデルみたいな、感じかな。Wi-Fi モデルのスマートフォンみたいな感じなんですけど、まあ、Google のアプリも使えるのかな？プレイストアで使えますので、非常にいいんです。で、これ、ここにね、こう刺せば、なんとね、ここ空間ビデオ撮影とかも、できちゃったりとか、いや、もうこれ出てきてますよ。いや、もうこれね、これもね、ショート動画でちょっと詳しく皆さんにご紹介したいんですけど、まあ、これはさすがにね、これとこれだとちょっとお金かかるんで、これは置いとくとしても。はい、これが今なんと、52,680 円です。5万円前半でこれが買えてしまうと。これね、今 15% オフで、通常はね、6万円以上するんですよ。うん。それがなんとね、5万円前半、5万円でちょっと頑張れば、買えてしまうというね、これはね、もうね、Apple Vision Pro とか、今ね、もう VR、AR 流行ってますけども、これは AR の先駆けとしてね、めちゃめちゃいい。で、これも、漏れなく買っちゃうとめっちゃ最高なんですけど、うん。めちゃくちゃ最高なんですよね。空間ビデオって言って、もう空間写真とか、まあ、だから 3D のビデオをね、これで撮影して、これで見れちゃうっていうね。いや、これ面白いよね。っていうものなんですよ。うん。だから AR とか、VR とかっていうものにちょっと触れてみたいっていう方は今まさに買いです。このプライムデー。もうなかなかこういうのっていうのは安くならないんで、欲しいなって思った時がね、一番ね、買い時かなって。これ今ね、ベストセラー1位になってますんで、こう品切れ多分あるんじゃないかと思うんで、ちょっと早めにチェックした方がいいかと思います。はい。で、みんな欲しいっていうか、みんな持ってる人ももうほぼ持ってるんじゃないかと言われてるような AirPods Pro 第2世代。もう iPhone ユーザーはもう AirPods 持ってる人がほとんどなんじゃないかと。ただ AirPods にするか Pro にするかってとこでもあると思うんですけど、今ね AirPods Pro、はい、これプライムで先行セールということで、なんと 33,200 円で買えちゃうと。通常これ 39,800 円、これ4万円ぐらいするんですよ。それがなんと3万円前半、これベストセラー1位なんで、これもね、なくなるんじゃないかと。うん、これ安いからね、これもなくなるんじゃないかな。で、AirPods の第3世代も、通常 27,800 円ところが 24,500 円で買えちゃう。これもね、なくなっちゃうんじゃないかという状況でございますので、AirPods シリーズはこういうね、セールになったらすぐ売り切れちゃうんで、ぜひ皆さんね、このワイヤレスイヤホンの AirPods 欲しいなって思ってる方チェックしてください。はい、ということで今回紹介した製品全部概要欄に一覧でブエーっと並べておりますので、ぜひね、気になったものをね、チェックしていっていただければと思います。この Amazon プライムで先行セールなんで、もう売り切れ次第終了になってしまいますから、早めにチェックすることをお勧めしたいと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。